今回はバージョン 2.0 で強力な分撃戦法から主性の分撃に変更されたノーマルグルス集団を召喚。三国志大戦の同盟契約を持つ顧問長とは 1.5 コス連打武力5知力3防作。一方で古氏は同じコスト界で武力が知力4の特技とスペック2周やから武将自身の評価も大きく上がるね。計略は波動領地の基準に近いほど武力と兵力が上がる自信強化。自治度前でプラス7、そこから1メモリごとに武力マイナス1ずつ、つまり波動中央での時期3武力プラス5。兵力上昇は最大でもプラス30と控えめながら、この武力上昇値なら十分すぎる効果。兵力回復はプラス 30% から1メモリごとにマイナス 5% ずつ、中央でプラス 20%。 士気の軽さを考えれば上等やし、相手の計略や戦機を絡めた攻めに対して士気3で守れることが強みやね。小ネタとして相手の攻撃が入ってもゲージが中央に戻るまでの間に計略を発動すれば武力プラス7の効果を得られるよ。ある程度やってる人には包丁を実名と同じ仕様といえば伝わりやすいかな。相手の攻撃が入った後に使えるタイミングの例として2試合目に実際にやった試合を採用したよ。スペック、計略ともに優秀なこのカード、唯一の欠点を挙げるとするなら黒の 1.5 コス遠距離兵士には武力6狙撃を持つ武力枠3強カードの無二がいることかな。この枠は無二とない理由を探す必要があるほど圧倒的存在やから、どうそこと差別化するか。一の方五色の力結集させよ。かかれ進め、かかれ進め、手がかかる人たちですね。もう一働きするか。クズが負けるわけには。これは無理。かかれ終わらせるわけには。こんな感じで四季さんで手堅く守ってくれる便利さが際立つね。流派発動、二の肩に転じる。リュウハ活動。三の方。かかれ。神宮島をなめんなよ。権限様、放て、かかれ、かかれ、食らいなさい、放て、抜け、放て、
ここで舞台を落としたミスはあまりにも凄まじすぎたね。クズが、かかれ！北条五色の力、結集させよ！貴様も道連れにしてくれる。今回は2試合やるよ。この試合では相手の攻撃に最大効果で発動する打ち方を実践してみてるよ。
な世を作るのだ。かかれ、発射、放て、うっけー、発射、うっけー、危なかったな。放て、そんな、よろしい、我が輩が相手しよう。打ち抜け、放て、神宮島をなめんなよ。打ち抜け、流派発動、三の方、最後まで陣頭に立つさ。私は生きているのですね。打ち抜け、発射、神宮島をなめんなよ。放て、発射、相手がしっかりやってる以上、こっちもちゃんとやって落城しようと思うよ。宿坊は拭えぬ、カクカクたる部位で。ご視聴ありがとうございました。その気持ちを有効ではないか。